www.videonews.com。 こんにちは。はい、こんにちは。今日は4月の27日ですね、金曜日、これが576回目の、丸劇、並びに N コメです。それで、先週は留守にして失礼しました、はい、ただ本編はねあらかじめ撮ってたので、うん、あの先週の丸劇本編はあの高橋ひろしさんと、うん、あの電力自由化の話をしたんだけど、うん、まあ、随分前のように感じますよね、あれ、うん、実は行く前に撮ってったので、それで1週間ほどあのチェルノブイリ、まあ、26周年を迎えるチェルノブイリの取材というのに行ってきて、2日前に戻った、3日前か、今日金曜日だから3日前に戻ってまいりました。それでですね、今日ちょっとまあそこの簡単な報告だけ今日いたしますが、あのできればきちんとあの映像も編集して宮根さん見てほしいところもあるので、それはまた改めて、やりたいと思います。それでね、今週は今日27日ですけど、26日にまあ2つ大きな出来事があって、1つは26日がまあチェルノブイリの26周年、うん、で本当は去年25周年で大きな節目だったんだけど、去年はもう震災、こちらも原発事故を抱えてましたから、国内にチェルノブイリどころではなかったんですが、まあ26周年ということが一つと、でもう一つが26日木曜日に例 の、 あの陸残会事件で、まあ、小沢元代表に対する、秘書はまた別にやってるわけですけど、小沢元代表に対する、まあ、判決というのがありました。であの、まあ、もう報道で相当されてるので皆さん当然ご存知でしょうが、まあ、無罪ということなんですね。でこの検察の問題やこの事件で、ひいてはもともとこれは陸残会の前の西増事件がもともと小沢さんが民主党の代表を辞めるきっかけになった、その3月ね、要するにもう9月に任期満了で政権交代が確実な中で、突然検察が西増事件で、あれもどうも非常に不明、不快なというか不可解なね、あの当然西増のダミー会社と知りながら違う組織からもらったということで、そのうんぬんっていうような、これもダミーかどうかなんていうようなね、まあその定義がはっきりしないようなものでやったというとこから始まって、まあちょっと検察の政治的な意図とか、検察の戦後の日本社会におけるまあある種のロールプレイみたいなものについては随分やりましたよね、その造船義国から含めてね。なのでそれはちょっと関連番組でできれば今日できるだけ全部あげるとね、20くらい番組になっちゃうんですよ実は。でちょっと全部出せるかどうか分かりませんが、まあちょっと要所要所は出そうと思います。ただちょっとこの判決についてね、宮台さんと議論したいことが何点かあったんだけど、もう多分無罪だことについてどう思いますかとかって聞かれても多分あんまり面白くないかもしれないんだけど、ちょっと中身についてね、何でか宮台さん聞きたいことがあります。一つはね、この判決においてね、これ最初のことでしょうけど、僕ら判決文っていうのがまず入手できないんですよ、うん、で判決要旨っていうのを記者クラブだけに配るんですけれども、うん、それは記者クラブのみということになっていてもらえない。ただたまに記者クラブが代理人弁護士さんとかに渡したものだと弁護士さんからもらえる場合もあるんだけれども、まず要旨がもらえない。でしかもじゃあ唯一の方法は中に入って傍聴することなんだけど、傍聴券1800何人って言ってますけど、ほとんどメディア の、 まあ、派遣会社から派遣されたアルバイトですよね。だから一般市民が傍聴できる権利っていうのは完全にもう奪われてる状態 でしかも言っときますけど、メディアはすでに記者クラブとして一社一席持ってるんですよ、白いカバーがかかってるんで。これは本当にけしからんと僕思いますけど、いずれにしてもだから、まあ、なかなか全文が入手できないと。でメディアに報じられたいろいろな形で要旨とか全文の一部とかっていうのから断片的に書き集めたものから話しますので、もしかすると不十分なところもあるかもしれないんだけどね。ただね、ちょっとここ一つ、まず1点目ですけどね、宮田さんね、その控訴棄却を小沢さん、弘中さん申し立てたんですね。でその理由として、要するに検察官が、まあ、任意性に疑いのある供述調書や事実に反する内容の、捜査報告書を作成していたと。で検察審査会における手続きも、まあ、非常にその、疑問があったということで、そもそもこれは控訴棄却をするべきだと言ったんだけど、それに対してね、判決がこう言ってるということなんですね。検察官が任意性に疑いのある供述調書や事実に反する内容の捜査報告書を作成し送付したとしても、検察審査会における審査手続きに違法があるとは言えず、また起訴議決が無効であるとする法的根拠にも欠けると。だからつまり検察官の供述調書が嘘であったとしても、でたらめな捜査報告書を、実際は作っていたとしたって、検察審査会が
やっぱりその、基礎相当であると判断したことにも全く問題がないと言ってるんだけど、それまずそこからちょっとえっと僕は思ったんですが、うん、要するに検察審査会が起訴するべきだと判断した根拠になった、うんうん、意味わからないですねデータが間違ってデタラメであったとしても検察審査会の、起訴はあの問題がないというふうに言ったというふうに言ってるというのがまず初っ端なんですね、うん、であんまりそこのところはあのメディアで触れてないんだけど、その小沢さんが知ってたか知らないかのところはやたらみんな触れてるんだけど、うん、ちょっとこれは僕驚きました、うん、要するにデタラメな間違った嘘の情報に基づいて起訴相当と判断したとしても、それは、違法とは言えず、よって議決が無効、強制起訴に至るその議決が無効であるとは言えないと言ったと、うん、でその先もこう言いますよ、うん、また検察審査員の錯誤等を、要するに検察審査員たちが勘違いしたことで、あの起訴相当にしたんじゃないかということをね、審理判断の対象とすることは会議の秘密に照らして相当ではなく実行可能性、要するに実際それをやろうと思っても難しいと、しかも会議の秘密に照らしてもその検察審査会の判断が間違ってたってことは中身見なきゃいけないんだけども、それを見ることはできないと、うん、だからまずそもそも本件の控訴は全く問題なかったという判断なんだけど、これちょっと入り口のところで結構大事だなと思ったんですけど、ここはどうですか。まあそうですね、だから判事の側のね理屈としてはこういうことだと思いますね。あの検察側がね、あの検察審査会のね、あのその議決に至るための材料にインチキを出したけれども、そのインチキな、まあ簡単に言えば供述調書が全てを消したかどうかが分からないんですよ、ね、でそれは中身見なきゃ分からない、議論の中身見なきゃ分からないですね。でそれは分からないし、それをまあ、つまびらかにする資格が一応法的にないですよね、法廷にはね、うん、なので要するに検察審査会の議決に至るプロセスについて、評価はできないと、うん、もちろん検察の、うん、供述調書はデタラメであったと、うん、しかし供述調書がデタラメであったからこの議決が出たのかどうかについてもわからないというふうに理屈を多分言いたいんじゃないかなと思うんですね、うんうん、ただまあ、 あの常識的に言ってですね、あの検察 の、 その主要な、ね、検察が提示されたその審議審査の材料がデタラメであることが分かっていれば、あのその審議の内容以下にかかわらずそもそも正当性がないと判断するべき根拠あると思いますよね。つまりそれが一箇所であったとしても、うん、ダメですよね。ダメですね。つまり小室先生じゃないですけど、うん、検察が裁かれてるから刑事裁判は、そうなんです。で要はあの弁護側は一点でも箇所を指摘してればいいわけでしょ。そうです。そうです。でもこの段階で本来であれば、うん、ダメじゃないですかこれは、うん、ただこれは裁判そのものを言ってるんですけど、その前提となる検察審査会の議決を言ってるんで、うん、ちょっとこの裁判で裁かれるものなのかどうかについてまた別の議論はあるのかもしれないけどね、ちょっとそこはまずあのデタラメがあったってそれ自体ではあの手続きに問題があったとは言えない、違法があったとは言えないというふうになってるとしたら、おそらく法律に不備があるとしか思えないっていうことになるんだけども、うん、だから近代法の精神から言えばね、あの本当にあのデュープロセスオブローを踏まえないで逮捕してしまったとかね、起訴に至ってしまったってことがあれば、うん、誰が見てもその、あるいは神様から見てもその、まあ被疑者あるいは被告が犯人であったとしても無罪放免なんですよね。じゃないといけないと。いけないんですよね。まあ、それがその近代司法というかその近代刑事司法の、ね、まあ予定ですよね。そこがね。あのまさに検察あるいは検事をね裁くっていう観点から見てもね、うん、あのそのような厳しいですね、うん、控訴棄却ってですね、うん、まあ決定を下すことによって、まあ、検察に警鐘を鳴らすこともできますしね、うんうん、世の中にこの裁判の構造を明るみにすることもできるわけ。うんですよね、ですよね。だからまあこの判決はその意味で言うと、まあ、大人は無罪っていうふうに言いながら実は随分警察検察をかばってますね。ものすごいかばってるでしょ、うんうん、でそこを、うんまあ、ちょっとねあの、うん、最初に言わなかったけども、うんまあ、2点大事なのは、1つはそもそも裁かれてるのは検察だっていう前提を踏まえましょうということと、もう一つは、まあ、この裁判どういうふうに言っても多分人為対立の文脈に組み込まれちゃうんですよね、うん、例えば今みたいにいかに今回判決がおかしかったかとか、うん、検察がおかしかったかって言えばもう小沢支持っていうふうな文脈に取られるし、逆を言えばねあのマスメディアがやっぱりそれでも政治責任あるみたいなことをしきりに言ってるみたいだけど、そういえば今度は
まあ、安長沢かよっていう文脈になるし、ただちょっとその次元はそろそろ卒業してちゃんと中身を見ましょうということで今やってるんですけどね。でね、じゃあもう一点、まあ、これはさんざメディアで言われている部分なんだけど、ちょっと僕はやっぱり切り込みが足りないと思ったのでちょっと意見を聞きたいんだけどね。要するにその虚偽記載や、母外処理、母外処理、4億円の母外処理についても、あるいは、虚偽記載、まあ、虚偽というか木連れですね、虚偽って言い方がちょっと正しいかどうか、木連れ記載についても、うん、要するに翌年にその記載をすることについても、小沢氏自身は報告を受け了承していたことというのは認定されてるんですよね。でそれもなぜ認定できるのかちょっと定かではないんだけど、要するに当然されてなきゃおかしいって言い方で、金額も大きいから、まあ、されてるんですね。でそれを報告を受け了承したことが認定されているのに、結局、まあ無罪になったと。だからその最初に今回無罪って言ってからその、まあ、中身を読んだので皆さん驚かなかったけど、もし最初にその内容を読んでたらどう見ても有罪になるような文章だったということなんですよね。つまり報告了承していたにもかかわらず、要するに最終的な違法性を認識していなかった可能性があると、あるいはその、その木連れって言ってるけど、その前の年に、しなければならなかったということを認識していなかった可能性もあると言っていてね。それでねちょっとねそこについて、あ最初にちょっとじゃあ、今回は指定弁護士の会見と、それから その前に弘中、小沢さんの代理人の会見、ちょっと、まあ、触れちょっとまず見ていただきましょう。それを、無罪であるということで、まずはこのいろんな意味で責任の大きい裁判についてですね、無罪という判決を獲得できたということについては安堵してますし、良かったと思ってます。私どもが言っていましたこの事件自体のですね、まあ、検察のいろんな不手際、いろんな不当な行為であるとか、あるいはそもそもの政治的な、まあ、意図であるとか、まあ、そういったことについてはあまり、触れずにですね、もっぱらその報告書の教育記入があったか、非適裁があったか、あるいはそれについて共謀があったかという、そういうところだけが、まあ、その裁判所が判断を示したということについてはやや物足りなさを感じてますけれども、まあ、結論がこういう事件の場合その大変最大に重要なものですから、まあ、そこまで、触れなかったということはそれなりに理解できると思ってます。少なくとも今日の一審判決を聞く限り、検察審査会の方々が起訴をすべきだとされた議決が、まあ、それなりにというか十分にというか不合理な決断ではなかったというところは今日の判決で、言えるのかなというふうには思います。小沢さん自身が喋ってもいないことを裁判所が小沢さんはこうかもこう思ったのかもしれないというふうに認定されたのは、正直言うと認定はしてないんですね、その可能性があるというような言い方だったと思うんですが、それは正直言うと何のために法廷で小沢さんの質問したんだというような気分が大きいですね。小沢さんがそういうふうな主張をし供述をしたのに対してこちらの追及が甘いためにそれを潰せなかったというんであれば、自分たちの力量不足を嘆くべきだろうと思うんですが、確か小沢さんは一切知らないと言ったんであって、こういうふうに思ったというような説明は一切なかったと思ってるんですが、それをそう思ったかもしれないというように裁判所が認定した部分が結構あったように思います。そのあたりは正直言うと腑に落ちない気持ちではあります。はい、今のね、特に指定弁護士の方が言ったように、その相と何とかである可能性が何とかである可能性があるっていうことを、実際小沢さんが法廷でも言ってないことを、それこそ逆の意味で推認してあげて、だから分かってなかった可能性があるんだから、まあ、合理的な疑いが解説領地がある、つまり無罪であるっていう判決なんだけど、これはもうあれですか、
そもそももう裁判として大失敗しちゃったんで、もう無罪にせざるを得なかったんで、無理やり検察をかばいつつ無罪にするための方便ですが、どう見ました皆さん、これは。そう見ましたか、やっぱり、うん、明らかにおかしいですね、話としては、うん、おかしい。だから検察をまあ擁護することを目的とした、ね、だからこれね、あの小沢さんを有罪にしてしまっても、やっぱ検察ものすごい不信の対象になるしね、うん、ますますあの正当性や威信を失うので、うん、まあ、本当検察をかばうための小沢無罪であり、うん、検察をかばうための、まあ、要するに、うん、あの検察に言ったことは、まあ、ほとんどそうであろうという推認ですよね、うん、なるほどね、うん、だけどそれはどういう、これがね、小沢一郎だの何だのだから、まあ、ちょっと特殊な政治的な意味を持ってるんだけども、うん、そうじゃなかったとしたらこの判決っていうのはどういう意味になりますか。その結局明らかに有罪、本来であれば有罪との条件が揃ってるのに、うん、本人が、うん、でもそれが違法だということまでは分かってなかった可能性があるから、でもそのあとの情状問題で、例えば殺人罪を知らなかったら人殺したって言ったっていうね、殺人罪で死刑だったりするわけですよ。でだからそこを言いたいんですよ。つまりこれを無罪にすると判例としてですよ、そのいやそんなことが違法だなんてことは分かってなかったっていうことさえ、うんうん、その可能性さえ立証できれば、ね、無罪になっちゃうっていう先例になりませんかってことなんですよ。でも近代法の原則を返したらさ、ありえなくてね、例えば銀行で条例違反でね、うん、捕まった時に知らなかった、その少女のね、あの嘘ついてたので年齢知らなかったって、これ言い逃れにならないんですよ、うんうん、それは言い逃れにならないってのはどういう法理になってるんですか。それはだからね、基本的には法は知る知らないの問題ではないってことなんですよ、うんうんうん、当事者の法をあの知っても知らなくても裁かれるんですよね、うんうん、でその理由は簡単で、うん、皆さん多くの場合どういう法があるかを知らないからです、うん、現にね、法律の主体を知らないでしょ。法律を全部知らなければならないっていうことを前提としちゃうと、うん、ほとんどの人は全部無罪ですよね。そんな全員法律勉強してるわけじゃないですからね。例えば交通、例えば速度違反考えてみましょうか、うん、ね、速度が50キロ規制だってことを知らなかったと、うん、ね、他のところが60キロ規制だから、そこは50キロ規制じゃなく60キロ規制だと思ったと、うん、ね、まあ、錯誤ですよね、うん、だとしてもやっぱり速度違反ですよ、まあ、当たり前ですよね、うん、知らなかったと言い逃れは通らないとすると、今回は知らなかったという、うん、まあ、言い逃れもしてなくて、実は勝手に知らなかったんじゃないかと推認してあげてるんだけど、でもそれを理由に無罪にしたっていうのは結構いろんな意味で問題になりません、判例として、もしこれが確定するとですけども、うん、これね、意図がね、普通だから知る知らないは単なる情状の問題でね、うん、悪質性が高いか低いかを判断する意図的かどうかということですよね。そう、それだけですよね、うん、この判事はあんまり頭良くないのか、うん、あるいはバカなふりをしたのか、どっちかでしょうね、まあ、最後死んだふりをせざるを得ない裁判だと思いますよ、多分ね、いろんな意味でね。だけどこれとはいえ判例ですよね。だからこの判決を理由にして同じような主張を強くするっていうケースが後からで、その政治資金じゃなくてですよ、他の一般的な裁判でも当然ありえませんか、こんな判決を下してしまえば。ただあまりにもね、ちょっと支離滅裂な判決なので、うん、あのこれが政治資金規正法以外のね、うん、あの事案に適用されるということはね、あのつまりあの先例やね、前例として判例として有効になるということはないと思います、うんうん、ただ政治資金規正法ということについて言うとね、うん、あのそういう理屈である政治家がね、裁きを免れたということがあると、まあ、法の下の平等やね、あの判決の、まあ、簡単に言えば一貫性という観点から言って、まあ、政治家が知らないといえば、あるいは知らないと思わせるだけの材料を揃えれば、政治資金規正法違反で政治家逮捕することもできますね。全部秘書のせいにすればいいことになったわけですよね、うん、で、実は政治資金収支報告書は小沢一郎の名前で実は報告されてるんだから、うん、僕らはね、経理でね、僕社長の判子をしてる時に、うん、あのそこまで全然こっちは見なかったって言って、ま、丸がれないんですよ、うん、実はだから自分の名前で出てる以上はやっぱり自分で確認せざるを得ないんだけど、それをしなかったとしても問題なく、しかもしなかったから逆に無罪であるっていう判決でしょ、うん、だからね、それをじゃあ、まあ、踏まえた上でもう一点だけ、その今回非常に僕は大きな問題だと思ったことが、うん、2つあります、はい、で1つはですね、やっぱりその石川さんの石川智弘さんに対する取り調べが
結局、まあ、石川さんがそれを録音していて、まあ、あれは参考人だったので持ち物とか全部めぐるみ剥がれなかったから、その録音していて、でそれで実際はその録音してた中身が表に出てしまったところで非常に脅しがあったってことや、それからしかもあの調書の中に自分が言ってないことが書かれていた、言ったことの内容は全部録音されてたわけだから、それが照合できてしまったので嘘がバレたということが一つあったわけですよね。だから明らかに、まあ、その取り調べに瑕疵があったんで、もう場合によってはその段階でアウトじゃないかって考え方もできると僕は思うんですけど、単に証拠採用がそれが却下されただけじゃなくて、そもそも裁判自体がミストライアル、つまり無効になってもおかしくないくらいの僕は問題だと思ったんですけどね。それがあったと、でそれがあったがために無罪になったと考えられる面があるとすれば、この検察の責任すごく重いですよね。そうすると、つまりあの本来はもしかしたら罪を犯したかもしれない、実際有罪かもしれない、ちょっと政治性全部横に置いてですよ、政治性全く横に置いても有罪かもしれないことだったのに、捜査を、それも捜査をとちったんじゃなくて、捜査の中に、まあ、違法なことをやったために結局、まあ、要するに有罪にすべき人間を無罪にしたとすれば、その検事の責任っていうのは丸がねないと思うんですけど、それについてはどうですか。それからそれでも判例になりますか。これはその2つ、その2点なんだけども、だから僕はね、この裁判は日本 の、 その法的な裁きと呼ばれるものがね、やっぱ近代司法の原則やルールに実はのっとっていないということのいい表れですよね。例えばあの小室直樹先生はね、その一つの典型として、日本の裁判が、世論とりわけマスコミの影響を非常に受けるということをね、以前から強調しておられましたし、あともう一つ、あの一般市民相手の裁判と政治家相手の裁判は、あの実はその法理は別としてですね、その政治学的な意味が全く違うので、違いますね、実はそのことを参照しないわけにはいかないということですね。つまり法の目的は秩序の維持ですけれども、政治家がね、秩序の維持のためにやむを得ず法を踏み外した場合をどうするのかっていうことなんですよね。で、マックス・ウェーバー小村直樹的に言えばですね、市民と同じように裁いてはいけないんですよね。あの市民法の枠内で言えば、例えば上場なら上場という原則、あるいはそれができないのであれば指揮権発動によって政治家を放免するべきだっていうのはね、まあ、あの近代社会におけるですね、法的な政治的な法的政治的な原則だというふうに考えられるんですね。でこの裁判官それを知ってるのかどうか、おそらく知らないんだろうというふうに思います。でもう一つ問題なのは、今回のこの裁判の目的がね、つまりこの判事の目的はどこにあったのか、3人の判事みんな僕らより若いんですけれどもね、やはり基本的にはね、あの八方丸く収めるということでしたね。八方丸く収める、でそれはね、やっぱ検察 の、 あのそれこそ大鶴元特捜部長以下数名のね、そのある種の暴議によってですね、あのおそらくですよ、推定ですけども、まあ、あのただの木連れがいわばあのでっかい話にでっち上げられて、裏にあるかのように ね、 ね、あの作られた、でそれによって一国の政治がね、いわば動かされてしまったんですね。でそのことに対しての、まあ、詫びるとかね、脅し前をつけるという人が一方にあって、で他方にだからといって、その特捜検察を中心とするね、日本の、まあ、検察当局の威信を過剰に傷つけてはいけない、ね、でそれは以前ですね、三井玉城とあの大阪五軒特捜部長に対する、まあ、これも、まあ、あの本当にあの違法な逮捕起訴がありましたけれどもね、これと同じで検察の威信を守るということにですね、まあ、かけたんですね。で裁判所もそれに協力をした、三井玉城さんのね裁判においても、司法は検察の威信の維持に協力をしましたよね。で今回もその協力を、まあ、したということで、つまり八方丸く収めるために小沢さんは無罪頭も決まってる、裁判所の頭の中で、裁判官の頭の中ではね、で検察の威信を傷つけないということも多分頭の中で決まっていて、でそのために作文するわけです、ね、だからちょうどあれですよ、あの関電のね、再稼働問題、大井原発再稼働問題でこの夏の 20% を、ね、ピーク時、電力足りない可能性がある、これ違う、 20% 足りないっていうふうなシナリオを作ることをまず決めるわけですよ、で決めた後、じゃあ水力が点検に入っていてそれはもう使わないってことにしようとか、 7.6 円、キロパーキロワットアワー以上のものは外から融通してもらわないとかってね、もう
それはもう本当に机上の作文で決める、同じですよ、ね、これもあのだからそういう意味で僕にはもうこれは近代手法のふりをした茶番。でも丸く収まったと言った割には、うん、裁判所が一番権威が傷ついた可能性はねありますよ、うん、だから近代手法の原則を守るのが、あるいはその知らしめるのがね、うん、まあ、裁判 の、 あのシンボル象徴的な意味なんですけども、うんうん、今回はまさにあの小室先生がよくおっしゃってたね、大岡裁きをしてしまいましたね。いやちょっと無罪がね妥当かどうかとか、そのいろんな議論はあとそれも、まあ、今やもうなんかまたほら原稿が政治部に移っちゃったわけ、うん、裁判まで社会部、うん、出た瞬間に政治部なんですよ、うん、で政治部の原稿はもうこれからの政局しかないから、うん、なんかもう話がトンチンカンなんですね、要するに裁判の話っていうのも終わっちゃったみたいになっててね、うん、ただね宮崎さんね、うん、一つ重要なニュース、これ見落としがちなので言いますけれども、4月18日、これ東京新聞の記事です、小沢一郎民主党、元代表の、資金管理で陸残会の都市取引をめぐる事件に絡み、いいですか、ここからですよ、元秘書石川智弘衆議院議員を取り調べた東京地検特捜部の田代正弘検事が実際にはなかったやり取りを捜査報告書に記載した問題で、ここからです、検察当局は虚偽誘引公文書作成同行使容疑で刑事告発された田代検事を不起訴処分にする方向で検討に入ったことが関係者の取材で分かったと、あのね、これはそうだよ、田代さんがね独断でやるわけないし、なんかその要するに護送のプロセスでね聞いた話と混同したこれも絶対ありえないよね、要はまあ要するにあの上からの指示によってやったに決まってるわけです、こんなのはね。でまあ、あの内部の組織事情ですから証拠はね僕らないけど、まあ、すぐに推定せざるを得ないですね、だからやっぱ検察当局としてはかわいそうだよね、人の命令でね、これ例えばこの人は、ね、インチキ田代検事ね、45歳のインチキ調書を書いたの、ね、人の命令でね、多分大鶴さんでしょうねでインチキ調書を書いたわけで、書かせた側はね放免されてるわけですよ、だからやっぱ起訴するわけにいかない、わかるよ、だったらさ、書かせたやつをしね田代さんを調べて言わせてそいつを逮捕起訴して公判廷にかけろよってことです、ただ今日本は検察審査会制度がありますから、ただここで問題は不起訴処分、起訴猶予にされちゃうとダメなんだけど、不起訴処分にすると、検察審査会がもう一回、それを、不起訴、起訴相当にして田代さんを裁判にかけられる可能性まだ残っていると、逆に言うとそれをでもね、それはやってほしいね、その制度があるんだったら、まあ、検察審査会で制度僕デタラメなのでやめてもいいと思います、あの内部のプロセス全く分かんないしね、でもその制度があるんだったらね、やっぱ田代さんをあの強制起訴に持っていって、田代さんに法廷で誰に言われて書いたのかを証言させるべきですよ、ですよね、うん、まあ、そこまでいけばもうちょっと、あのこの裁判も意味があったものになるかもしれませんけど、あともう一つこれ面白い見方なんだけどね、これ、まあ、田代さんのポカがあったから、まあ、無罪になった可能性が高いのがものです、もう一つね面白いポカがあったっていう見方があるそうなんですよ、これはね、あの石川さん、石川さんがポカがあった話前しましたよね、石川さんはあの小沢さんから4億円持ってきたんだけど、でもそれであの3億5000万のうちを買ったことにするとまずいから、預金担保にして銀行から融資を受けなきゃいけなかったのに、時期が同じ日で午前と午後で出れちゃったと、要するに先にお金払って銀行から融資があったの後だったんで、じゃあその最初のお金はどこから工面したんだって話になったからポカだったわけですよ、で面白いそれがポカだったから石川さんが小沢さんに言ってない可能性があるんじゃないかっていう見方が実はすごくあったんだって、そうか怒られるから、そうか怖いから、ね、だから小沢さんはそこにそういうことがあったことを知らなかった、いや面白いね、つまり銀行からの融資でやったと思い込んでたと、だからどこか怒ってるかもしれない小沢さんが、なんだよあの時は実は嘘だったのかって、まあちょっと笑えないんだけど、でもその可能性があったから小沢さんはそれを知らなかった、可能性が推認できるみたいな話になっていて、2つのポカです、でその2つのポカが、まあ、裁判の不当性かどうかは別に、不当かどうかは別にしてですよ、仮に、まあ、でもあったことは裁判があったことは事実だから、小沢一郎を有罪から救った可能性がある2つのポカ、田代さんと石川さんのポカだっていう話がちょっと、まあ、逆に言うと石川さん大活躍ではね、その田代さんのあれを録音して自分のポカを埋めたことになるわけだからね、それはね、ジモンさん、やっぱ今回のねこの一連のね
出来事を、まあ、遠くから見るとやっぱり何としても問題なのが、日本にやっぱりその近代的なあの司法の営み、まあ、ゲームが存在しないことなんですよ。で例えばね、司法修習生制度ってありますけど、ご存知のようにね、今本当に9割模擬裁判をしますとね、大半の人間が有罪判決を書くわけね、つまり大衆迎合で立身出世ですよね。それだけじゃなくて、そういう動機を持って勉強している人間たちの最も成績のやつは検察に行って、その中で最も成績のやつは特捜に行くんですね。でその次のやつが、検察に行けなかったやつが仕方なく判事になり、で判事にもならなかったやつが、まあ、弁護士になるという。でよく言われるのは一番下に正法教があるみたいなね、そういうあのね、これはね結構笑えないですわな。あの世の中笑えないんだけど、あのトップがこれかよっていうね、まずその問題、特捜とか検察がね、このレベルかよ。だから多分勉強できるんですよ、多分。そうなの、うん、そのいわゆるその試験の答案は書けるんですよ。だけどやっぱその能力がいかにものすごい限られた部分の能力しか反映してないかっていうことだと僕はやっぱ思うんだけどな。だからもっとやっぱり人を裁くとかね、法律をちゃんとこう司るってことはね、もうちょっと総合的能力が必要なのに、やっぱり成績オンリーでいくと偏差値みたいなので、いい人だけがいくとこういうのがこういうふうになっちゃうんじゃないかと思うんだけど、ただね宮崎さんね、まだ予断を許さないのは、僕は政局の方はちょっと今のところあんま興味ないんだけど、予断を許さないのは控訴の可能性がまだ残ってますと、判決確定してないと。でこの検察審査会法がいかにいい加減かというとですね、強制起訴したから指定弁護士さんは裁判やんなきゃいけなかったと、控訴の決定はどうもその人たちがやるそうなんだけど、控訴した後の担当はその人しかなるかどうか決まってないんだって。だからもうデタラメなんですよ、また違う人たちが、違う人たち だって彼らとしてはもうね、国選弁護人みたいな多分費用でやってるわけでしょ、もうやりたくないと。まあ、あのね、でもね、あの今回の裁判法理完全にデタラメなんで、これ小沢さん控訴してもいいわけ実際ね、うん、で世論マスコミがね、無罪で控訴したら面白いね。無罪で控訴、デタラメな法理で無罪になったと、正しい法理で無罪にしてくれた、それは攻めとして、攻めの小沢一郎としては面白いかもしれないよ、ね、今度はお前まだ刑事被告人じゃないかって話には逆にならないんで、逆に言うと控訴される前にした方が本当にいいんじゃない。そうですね、あんまりそういうこと言わない方がいいかもしれないけど、自分の方から控訴しちゃえば、あの、ね、刑事被告人としてのなんかこう弱みみたいな話にはならないだろうし、ね、ただ本当にね、さっき の, あの指定弁護士の話見ても、判決文見る限りはこれは控訴しないとまずいんじゃないかというふうに思われるような読み方なわけですよ。要するに認定ずっとしてるのに最後の判断だけがなぜか無罪でしょ、で認定されたことからすれば本来有罪になってもおかしくないんだったら、一応上級審の判断を仰ぐっていうのは妥当な判断ですよね、それはね。なので控訴してしまう可能性もあるけど、控訴の仕組み自体がこの後誰がじゃあ検事役、検察役をやるのかとか、そういうことを含めてやっぱちょっとあまりにも検察審査会法が全体として よくできてないと、作りが悪いと、ね、控訴しないと思うんですよ、あの弁護士ね、して弁護士、ね、なんでかというと、これはね、さっき申し上げたように八方丸く収めるための判決でね、そういう判決なんだってことはね、多分あのリーガルコネクションで後ろから弁護士にも言ってますわ、して弁護士にもね、で、まあ、検察も一応顔は立ったと、小沢さんもこれ本当はただの冤罪だからね、まあ、顔が立ったというかですね、最後にまあ一応救済はされたと、でこれ以上ややこしいことしてくれるなみたいなね、雰囲気っていうのがもう空気としてかなりあると思う、法律もかなり間にはね、なるのかな。でも結局ね、これさ、判決確定ってことになると、次はあれですよ、今度は国政の場で、要するに中身的には来るじゃないかって話になるから、また承認喚問だなんだってことになって、またそれが正規的な材料ですよ、だからまあちょっともうそこもかなりいい加減に縮小気味かもしれないけど、裁判で決着がついたっていうので、もうこの判決ではいくらでも突っ込みどころがある、政治的にはですよ、要するに政治責任、道義責任みたいなことっていうので、いくらでも突っ込みどころがあるじゃないかと、司法でその刑事的に無罪になったからといって政治家全部 OK じゃないだろうみたいなね、だって報告了承、報告了承、報告了承なんだから、了承してたと、いうことでしょ。だからまあちょっとまだ今日の時点で、27日の時点ではちょっとどうなるか分かりませんけれども、これはね、もうここでもひっくり返すと話が長くなるからしませんけど、やっぱりそのアメリカの意向っていうようなのから始まっているいろいろなロッキード事件の経緯とかも随分やりましたよね、それからやっぱり官僚制の門番としての検察、政治と官僚制ということの力関係において、今まで疑惑事件というのが常に決定的な役割、その造成にしても
ね、それからロッキードにしてもリクルートにしてもその節目で決定的に役割を果たし、その度に政治資金規正法が強化され、政治家の力というものが読められてきたと。で、小沢一郎の首相というのは常に政治資金は透明化するべきだけれども、金額とかにそのあまりあれするべきではないと。で、自分はたくさん金集めて、だから秘書いっぱいいて、まあ、政治力っていうのがね、まあ、あまり政策秘書じゃないところが問題だと思いますけれども、あの選挙のノウハウを持った秘書軍団っていうのを小沢さんが持っていてね、でそれを使って、新しい候補の当選を助ける、それが自分の子分になるっていうのが、まあ、今の日本の政治の手法ですよ。それがいいか悪いか好き嫌いは当然あると思うけどもね。だからその意味ではちょっとそうした検察の歴史とか疑獄事件の歴史とかを随分やってきたので、ぜひそれはもう一回機会があったらこのバラ劇の過去のやつを見ていただきたいと思います。最後にね、マックス・ウェーバーの、大学生向けの講演集であるところの、職業としての政治の重要なポイントね、我々はね金権政治を批判するけれども、お金のための政治とお金による政治を区別しろって彼は言っていますよね、お金のための政治っていうのは権益のための政治で、俗議員のようなものです、簡単に言えばね。でそうではなくて、お金による政治は、その政治家がお金を手段としてどういう価値に向かおうとしているかが問題であって、その価値次第では十分に肯定されると、そういうふうに言ってますよね。ある目的を実現しようとするために合法的な手段を使うのは当然のことであって、でお金を使ってね、でお金を使ったから別に買収してるってことじゃなくてね、お金を例えば選挙の時に500万円もらえばね、恩義に感じるっていうね、そういう感情のメカニズムをね、田中角栄さん譲りで小沢さん使っていらっしゃるんだけれども、全然僕構わないと思います、全く問題ない、多分、僕が皆さんそこだと思うんです、つまりね、それを、若干自分の不動産なんかも買ってたりするので、そこも疑いが持ってる人いるんです、小沢さんの、それが全て政治資金にね、本当に使ってるかどうかっていうのも、不動産を売買するっていうことに使ってるところには疑問があると。ただね、基本的にはお金集めてそれを例えば選挙に使うとか、子分を増やすために使うとかっていうのは、日本における政治活動ですよね。だから自分のポケットに入れてる私利私欲のために使ってるんではなくて、一応政治活動に使ってると言えるんだけど、一方でやっぱりそれは政治活動といっても、党派活動みたいなところがあるじゃないですか。でそこが多分ね、分かんない有権者の中でね、政治活動ってもっと政策立案とかそういうのに使ってほしいって、であってほしいと思いつつも、でも実際自分たちにが問われてることなわけですよね。そういうものに投票してるじゃないかということでしょ。だからそこはある意味では自分自身と重ね合わせ見た時に、自分たちの政治性の低さみたいな、民度の低さみたいなものをね、それと小沢一郎の政治手法に重ね合わせて小沢叩きをしたくなるっていうような面が、僕自身は個人的にはやっぱ感じます。つまり小沢さんがある種自分たちの鏡になっているところがあって、そういう自分たちは見たくないというかね、いやもっと政策のために使うべきなんでお金みたいな話っていうのが一方で理想論としてあって、ただ残念ながらそうなってないですよね。だからそこは一つの政治の課題ですけれど、その責任は実は有権者ですよね、明らかにね。だからそこはね、小沢さんがその政治的な価値のためにねお金を使ってるのか、あれ権力のためにお金を使ってるのかが微妙だというふうな話ですよね。権力は何のためかですね。そうなんですよね。小沢さんの場合、昔からよく言われるのはね、小沢さんにとっての政策は実は手段でね、要は木を見て、木を見るに瓶とかね、将来見通して勝ち馬、そうですよね。だからどうも政策の中身に対する価値的なコミットメントはさして高くないのは明らかですよね。そうするとね、要するにじゃあその何か理想や政策の実現のための権力なのか、権力のための権力なのかっていう時にね、ある種マキャベリスティックな権力なのかっていう時にね、こっちがまた理想に見えるじゃないですか。だけど実はそれって前僕皆さんに一回議論してるんだけど、政治の本質のところでそこは議論があるところなんですよね。権力の方が最初だっていう考えも実はあると思います。なんか理想があってそのための手段で権力だっていうのは綺麗に聞こえるけど、もしかしたら政治の本質っていうのはそういうことじゃないかもしれないと。そうですね。ただね、昨今の政治哲学の最前線ではね、やっぱりトクビル主義的な、あるいはコミュニタリアン的な思考がどんどん前に出てきてるのね。でそれは要はグローバル化がどんどん広がっちゃってですね、国家規模でのそのガバナンスが、経済の面でもね、行政の面でもうまくいかなくなってきた時に、僕たちがね、グローバル化
を前提としながらね、それでも幸せでいられるためには、要するにある程度当時のユニットを小さくして、なおかつそれが、まあ、特定の人間たちの、まあ、その場限りの意思によってね、引きずられることがないような、あと一定の安定したね、その地平の共有が必要なんですよね。でそういう観点から言うと、今申し上げたような方向を実現するということも一つの価値ですし、それよりも何よりも、そのようにして社会全員の幸せな生活が保たれ、社会が存続されるということもね、非常に大きな価値なんだけど、どうもね、この社会の存続やね、まさに憲法第13条的な人々の、生命と財産の保全こそ、まあ、これが、まあ、通説的にはね、9条よりも最も重要な、人権規定の次に重要なものだというふうに考えられているものだけれども、それはね、まあ、価値として追求するっていうことがやっぱないといけないっていうのがね、ますます、最近主張されるようになってきている枠組みですけどね。なるほど、はい、まあちょっと今回の判決についてはこれくらいでいいでしょう、また何か動きがあれば、まあいろいろなものを見るのにいい窓になってだとは思うんだけどもね、ただいろんなもののダメさを見るに、ダメさを見るにいい窓になったとは思うんだけどね、ただ残念ながらここから先はほとんど政局ネタにしか多分ならないだろうと、まあ、茶番の、つまり近代手法を考え直す機会とかですよ、そっちの方ほとんどなんかもセミナーやられて、おそらくもう政局のもうあれでしょうね、材料にしかならないんでしょうから、まあ、それはそれでまたダメさの一つの現れということでしょうがないかなと思います。